さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。そしてはじめまして、 JBBF メンズフィジーク日本チャンピオンの伊吹力です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、本日はですね、日本チャンピオン伊吹力選手にインタビューをしていきたいと思います。力さんがどういう選手なのか、どういう競技をしている選手なのか、成績も含めてお願いいたします。僕は JBBF という団体でメンズフィジーク日本チャンピオンをやらせてもらってます。で、戦績は直近で言うと2022年身長別で日本一で、身長別から無差別級でも日本一で、2023年も身長別と無差別で日本一で、まとめると身長別3連覇日本一2連覇という形で、JBBF のメンズフィジークで今現在日本チャンピオンをやらせていただいております。いや、すごいですね。僕それこそ力さんのことを一発目の大会の僕応援で行ってて、たまたま違う方の応援で行ってたんですけど、その時にまあ見て、その1年後ぐらいから関わり始めてるじゃないですか。関わり始めた時は日本チャンピオンっていうまだ肩書きがない状態だったところから、僕力さんが負けてるの全く見てないですよ。負けてる人間の心境ってあるじゃないですか。挑戦しようって思って頑張って戦って、今まで負けてた人に勝って嬉しいっていうのが積み重なっていくと思うんですけど、力さんの場合勝って勝って勝ってで、まあ、負けたとしてもチャンピオン同士のぶつかり合いで負けてることがあるだけで、大体優勝してるじゃないですか。大体ここまでポンポンポンって勝っちゃった場合、チャンピオンの心境ってどうなんやろと思って、なんか追いかけられる側じゃないですか、大体の選手が追いかける側なんで、その追いかける側の心境ってどんな感じなんやろっていうのが気になるんで、ちょっとお願いしていいですか。チャンピオンの心境、まあ難しい質問なんですけど、チャンピオンはチャンピオンでも言ったら今度世界に挑戦できたりとか、はいはい、で今度、まあ、僕も世界では勝ててないっていう状況やったりとか、過去2020年とかやったら結局オーバーオールで負けてしまったりとか、どこかでこう負けてしまう、まあ、勝ち負けが全てではないって僕も思いますけど、やっぱり上には上がいたりとか、はいはい、こういう競技とかやってるとボディービルダーの人とかとやっぱ会う機会も増えたりとかして、はい、やっぱそういう人たち見るとうわでかいなって思ったりとか、まあ、かっこいいなって思ったりするんで、はいはい、やっぱり自分の体ってどうなんだろうと思った時に、やっぱりまだまだ足りないものっていっぱいあるなっていう、まあ、それはまあ一般的な意見かもしれないんですけど、まあ、チャンピオンの心境はって言われると、まあ、正直チャンピオンってやっぱ一人しかいないですよね。そう、一番上の台に立ってるのは一人しかいけない、はい、ってことはやっぱ一人なんですよね、チャンピオンって言ったら孤独じゃないけど、はい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 、そう、それを追われるっていうと、今度逆に守りの姿勢に入っちゃうとやっぱり人って強くなれない、ガードばっかしてたらやっぱり攻撃できないから、そうじゃなくてやっぱりチャンピオンっていうのはやっぱみんなに期待されてるわけやし、毎年やっぱ出てくるたんびに、はい、うわやっぱすごいな、違うなって言って、やっぱこう変化を見せないと毎年チャンピオンにはなれないって僕は思ってるんで、はいはいはい、でもやっぱりその自分が楽しむっていうのがやっぱり一番の大前提なのかなって思うんで、チャンピオンっていうのは確かに孤独で追われる立場やし、しんどいかもしれんけど、その気持ちをどうやって自分がこう楽しく、はい、より良い方向に持っていくかっていうのが僕にとっての課題でもあるかなと思いますね。まあ、実際そうやって、まあ、挑戦していく中で、はい、モチベーションってどう保ってるんですか？結構確かにモチベーションのことはよく聞かれるんですけど、まあ、僕ももちろんジム行くのも嫌な日もしょっちゅうありますし、まあ、期待されてるから頑張らないとって思っちゃうよりも、やっぱトレーニングに楽しさを見つけるというか、いつも同じことやってても楽しくないんで、メニューを思いっきりもう逆に組んでやってみるとか、組み方を変えたりとか、あとはそのジムに知り合いができたりとか、はいはい、やっぱりそういう環境ってどんどんやっぱジムとかこういう競技を通して変わってくんで、周りの人たちから力を借りたりとか、そういう風にしないとやっぱり一人でやってる競技に見えるけど、一人でやる競技じゃないっていうのがこの競技なんで、やっぱり周りの人から力をもらったりしてモチベーションを上げたりとか、やっぱりそのたまに一緒にゴートレとかしてもらって、そういう刺激をもらう、そういうふうにモチベーションは維持していかないと、僕一人でずっとやってても多分なかなかモチベーションっていうのは上がらないし、それ以上にはなれないと思うんで、やっぱり周りの人の力を借りるっていうのも自分のモチベーションを保つための
コツなのかなとは思いますね。はいはい。ボディービルダー界隈ではあんまりゴートレって見ないじゃないですか。うん。フィジークってすごいゴートレするじゃないですか。確かにしてる人はすごいしてる、はい、トレーニングってその人その人で違うんで、ゴートレばっかしてると若干自分のトレーニングができなくなるのもあるんですが、あれについてどう思います？特に若い子とか毎回なんか違う人とトレーニングしたりとかしてると、はい、自分のメニューがこう固定されないから、だから逆に大会とか出た時に今年何のメニューを頑張ったっていうのは多分言えへんと思うかなって。 そうでそれを僕は絶対に今年は、例えば胸やったらベンチプレスはめちゃくちゃ頑張ったと、でこの各部位でのこの1位の種目を作っておきたいね、僕はね。はいはいはい。ってなるとやっぱ一人の時間でやっぱりそれを磨いていかないと、ゴートレやとそのメニューしない人もいてたりするから、はい、たまにゴートレするだけで基本はもう一人でやっぱしっかり追い込めるっていう環境を作った方が、だからあんまりゴートレしすぎっていうのは、まあ、毎回同じ人とかやったらいいかもしれんけど、メニューも固定できて、はいはい、そうじゃなくてバラバラでこうなんかいろんな人とやったりとかはあんまりおすすめはしないかなって。あ、それさっき言ってた中で1年に1回ベンチプレスを強くするとか、うんうん、各部位1種目って言ってたじゃないですか、うん、2023年各部位どこに力を入れてたのかっていうのをそれぞれお願いします。はい、去年は特に胸はベンチプレスをめちゃくちゃ頑張りました。っていうのも、あの島田啓太さんがベンチプレス10セットで1時間経っちゃったとか、こうインスタに上げられてて、こんなに やるんやと思って、ちょっと僕もやってみようと思って、確かにその柔軟セットやったら普通に1時間経ってたりとかして、ベンチプレスをこう堪能するというか、2023年はベンチプレスが胸部位では1位。なるほど。スミスマシンでインクラインベンチをやってるイメージがあったんですけど、うんうん、種目としてはインクラインが多いけど、僕の中で自信持って頑張ったのは、まあ、ベンチプレスかなって感じで。割りひねった種目を普段しているイメージがあるんですけど、そうそう、めっちゃオーソドックスなメインなんですね。実はやっぱり本当に一番原点というか大事なものはじゃないかなと思うんで、はいはい、背中は僕はラットプルを23年は一番頑張りました。それにした理由はあるんですか？そう、理由は懸垂とかラットプルとかこう上から引く種目が僕大っ嫌いで、まあでもやらないといけないからやるんですけど、で懸垂をやりたくないから、その分ラットプルの強度と時間を長くしてはい、はい、徹底的にやり込んだというか。ラットブルっていっぱいフォームあるね。あ、そう、ラットブルいっぱいフォームあるからこそ各フォームというか、はいはいはい、をそれぞれ3セットずつとか、はいはいはい、そうするとやっぱね6セット9セットとかこう長くなっちゃう、はい、けども、やっぱりその懸垂嫌いな分上から行く種目でラットブルをしっかりやらないとっていうので23年はラットブルが背中部門1位。またまたオーソドックスな種目、オーソドックスな種目、まあ、どこのジムでもできるからこそいいですね。これ見てる人とか力すると真似しやすいですよね。ぜひベンチプレス、ラットプル型は23年は僕はアップライトローを一番頑張ったんじゃないかなって。アップライトロー、まあ、やっぱ力さんでアップライトローですよね。ケーブルのアップライトローが僕といえば、はいはい、いいね。それこそ B レジェンドのチャンネルで、そうです、そうです、アップライトローをお伝えしてくださったじゃないですか。はい、あそこから形って変わったんですか？あっこから、そうですね、ちょっとずつやっぱ形は変わってきて、そうアップグレードしてるんで、変化の年だったんで、去年は、はいはい、なんで、まあ今年24年はもっと進化した形にしたいと思うんで、はいはいはい、2023年は肩の頻度を減らしたっていう話をしてたと思うんですけど、はい、今年は肩には力を入れていくんですか？やっぱりそのメンズフィジークの基準には僕は大きすぎるってずっと言われてたので、23年は形を変えてメンズフィジークに合わせるって言い方はちょっと違うと思うんですけど、メンズフィジークに寄せる、はいはい、なんで体を変化させる年にしたのが正直な理由で、肩の頻度を減らして自分の弱点である背中に回してたっていうのもあって、仕上がりが、まあ、それが関係あるんか分かんないですけど、でいつもよりも絞り切りたいしっていうので仕上がりが1キロ落ちたっていうのが正直な現状なんですね。でもやっぱ24年はそれを世界で戦えるかって言ったら、結局23年世界では6位という結果で悪くはないんですけど、でもやっぱり優勝したいってなるとどうしてもやっぱサイズが足りなかったりとかそういうのもあるので、だからこそ24年は肩をもっと大きくしたいですし、で肩を今度大きくしすぎたら各部位がまた弱く見えちゃうんで、じゃあ胸も背中も腕も鍛えないとっていう風になるんで、まあ各部位それぞれやっぱもっともっと成長させたいなとは思いますね。さらにじゃあ去年のあの体を超えたサイズ感で今年は、そうですね、もう、うん、はるかに
超えたいと思ってます。いや楽しみですね。僕のコンディションとか体を見てすごい体になってるんで、ここが仕上がったらどうなんねやろっていうのはありますね。ちょっとね、楽しみにしておいてください。楽しみにしておきます。はい。腕トレってちなみにやるんですか？腕トレもしますね、僕は。はい。腕もじゃあ力入れてるトレーニングってあったりするんですか？腕は、三頭はダンベルのプルオーバー。ダンベルのプルオーバーが本当にいいことしかなくて、背中の肩甲骨も動くし、そう、胸にも入るし、実は三頭もめちゃくちゃ高重量扱うとめちゃくちゃ入るんで。プルオーバーで背中でやろうとする人とか、それこそ胸の下部で効かしてあげようとする人もいるかもしれないですけど、三頭筋でプルオーバーを選ぶ人ってまあいないですね。そう、確かにでもやっぱ三頭もめちゃくちゃ実は入るんで、はいはい、でその後にやる種目とかいうのがやっぱこうより効かせやすくなったりとかするんで。ああ、ストレッチ効かせるイメージですか？そうそう、ストレッチ効かせてめちゃくちゃ本当に痛いというか、神経的にまずアプローチしてから感覚をするとさせるってことですね。でしかもさらにそれで高重量も扱うってなると、プルオーバーでね、はいはい、かなりダメージは大きいんで。別に代償動作で他の筋肉効く分にはラッキーぐらいの感覚なんですね。あ、そう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 、もうだからそういうことです。代償動作もチャンピオンの体を作るわけですから。そうそう、どこも入るしラッキーみたいな感じ、他のところも入るしみたいな感じでやってもらうといいのかなと。僕みたいなね、あのここに効かせなあかんって概念がある人からすると今のことがすごい響いてると思うんです。まあ、代償動作も効かせながらでもちゃんとやろうって逃げてたんだなって感じでしょう、自分もいるんでそれこそフィジークって足トレってやらないじゃないですか、イメージ的には。イメージ的には、はい。まあみんなやってるんですけど、はいはいはい、足トレはどうですか？足トレもしますね、週に1回以上は絶対にするようにしてます。はいはい、足トレで力入れたところとかある？足トレは結構僕も毎年代表の種目は変わんないんですけど、はいはい、スクワットの高重量を伸ばすっていうのが毎年目標で、まあちょっとずつ記録は伸びてってるんかなっていう感じはするんで、毎年スクワットを頑張るっていうのが目標。僕もオーソドックスな、オーソドックスな、やっぱりスクワットですね。スクワットがやっぱ一番。チカラさんも足めっちゃしっかりしますからね絞られた時にカットめっちゃ出るあ、確かにね、カットはね、しっかりハムとかもバーって線入って、うん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 、お尻まで絞れる。確かにお尻ね、お尻まで絞れてるフィジーク選手ってまあ少ないと思う。確かに確かに、足トレしてるからこそですよね、多分。そうですね、はい、チャンピオンが足トレしてるんで、やってんのは、それは勝てないですよねぜひやってください頑張ります